どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。先日初心者へ向けてのテンプレ編成解説シリーズでですね、技法盾の紹介をさせていただいたんですけども、僕が所属しているエリアサーバーにですね、この技法盾を使ってめちゃめちゃ活躍されてる方がいらっしゃるんですよね。その方がですね、今画面に出てる秘蔵完備士さんという方になるわけなんですけども、技法盾を使ってですね、天下無双絶類リリン、いわゆる絶輪というやつをですね出してるわけなんですね。でこの絶輪なんですけども、本当になかなか出なくて、条件といたしましてはですね、部隊が出陣して壊滅するまでの間、もしくは爆射や城に帰還するまでの間にですね、2万1000個稼いでようやく出現するということになってるんですよね。でちなみに僕なんですけども、ここまでゲームを遊んできて、ただの一度もですね、この絶輪っていうのを出したことがないということになってます。でこの絶輪とかを出すのってやっぱり相手あってのことじゃないですか。相手が強いとなかなか出しにくいっていうのは当然のことなんですけども、この秘蔵完備士さんなんですけど、僕が所属してる小兵器と対決してる同盟に所属されてる方なんですよね。でその小兵器と言いますと、かなり強い方の同盟だと思いますので、そことの対人戦でですね、絶輪を出すってなったらですね、なかなか難しいと思うんですけども、これをいともたやすくやってしまってるということでですね、この技法盾めちゃめちゃ強いということになっております。で今回はですね、この完備士さんとお話しする機会をいただいたので、この技法盾の戦法なんかをですね、見ながらですね、強さを紐解いていけたらなと思っております。まずはですね、継承戦法から確認していきたいんですけども、はい、早々にですね、滑骨領徳と総戦借戦で、各にですね、混迷乱城と兵務情勢で、各将にですね、滑目総体と残匹砲ということになってますね。なんで継承戦法に関してはめちゃめちゃ高級ということになってますけども、耐久力を上げるのは残匹砲だけということになってますね。回復戦法がとにかくすごくて、滑骨領徳と総戦借戦両方あるということになってます。これでですね、結構強いということになってるみたいですね。そしたらここからは対戦成績というのを見ていきたいんですけども、まずは白衣装との対決ということになってますね。でランクアップに関してはですね、技法盾の方がはるかに進んでることは進んでるんですけども、相手の編成ね、非常に強いヤリクソンと同等と言われるぐらいですね、強い編成になってます。で継承戦法なんかもですね、割と万全ということになってますので、非常に手強い相手かなと思うんですけども、なんと1万7000ぐらいしか削られてないということになってるんですよね。でちなみに相手のリクソンの固有戦法5回も発動してます。それにもかかわらずこんだけ削られてないということで、まあとにかくめちゃめちゃ硬いというのがですね、分かっていただけるんじゃないかと思います。で引き分けてはいますけども、相手の兵力というのがもう1500しか残ってないので、実質勝ちという手差し障りないんじゃないかと思いますね。まあ核の固有戦法がですね、7回も発動してるということでですね、かなり上振れてはいるんですけども、それよりやっぱり驚きなのは硬さということになってますね。とにかくめちゃめちゃ硬い編成ということになってると思います。でこちらはヤリクソンとの対決ということになってるんですけども、引き分けてますね。でヤリクソンの方はですね、あまりランクアップは進んでないんですけども、継承戦法なんかは割と万全ということにはなってます。それでもですね、やっぱり3000ぐらいしか削れないということなんですね。リクソンの固有なんかも3回か発動してますので、もうちょい削れてもいいような気はするんですけどね。で核の固有戦法なんかが1回しか発動してないということでですね、かなり下振れててこの結果ということになってますので、ヤリクソンで勝つのはかなり厳しいんじゃないかなと思われますね。で注目したいのが各将の、固有戦法の撃破数と救援数ですね。先ほどの戦法でもですね、かなり撃破してました。8000超えてました。で回復っていうのもですね、しっかりするということなので、ランクアップがマックスまでいった各将っていうのはですね、相当固有戦法が優秀ということになりそうですね。次は盾同士の対決を見てみましょうか。これは天候聴覚盾との対決ということになってますね。で、一応ですね、劉備のところを拡張バージョンということになってるんですけど、この編成過去に僕動画で紹介させていただいたことあるんですが、めちゃめちゃ強いです。でですね、聴覚がランクアップマックスまでいってる方でですね、で、こういう戦法3回発動してるにもかかわらず、5000も削れてないっていうことになってるんですよね。これもうむちゃくちゃですよね。でですね、結局2000も削れてないということになってて、で相手投降兵ということになってるので、各所の固有戦法がめちゃめちゃ刺さってます。2万近く撃破してるということでですね、完勝という形になってますね。なんせ硬いなっていうのがですね、第一印象の編成ですね。
で、こちらも一応天候聴覚盾で投降兵ということになってますので、各将がですね2万ぐらい撃破しての圧勝ということになってますね。で、こちらもですね聴覚の固有戦法2回発動してるんですけども、その2000ちょいぐらいしか合計削れてないっていうことになってるんですよね。いやー、同じ兵士適性なんですけどね、盾同士ということになってるんですけども、まあこれだけ削れないということになってますので、どうやったらこの編成削れるんだろうなっていう気がしてきますよね。じゃあ対盾とはどうなのかというところでですね、投降兵を持ってない対盾との対決戦法を見てみたいんですけども、引き分けてますね。でですね、6000ぐらい削られて、で4000ぐらいしか削れてないということになってますので、これは多分強さ的にはイーブンぐらいなんじゃないかなと思いますけどね。まあその赤さ具合っていうところはあるかなと思うんですけども、真っ赤対真っ赤っていうことだったらですね、その対盾とはいい勝負という形になりそうな気はするんですけども、対盾って結構投降兵積んでるバージョンがありますので、そういったのと戦うとですね、もう勝負にならないということになってますので、投降兵を積んでない対盾とようやく互角、まあもしくはそれ以上かなというぐらいの強さの編成ということになってますね。で、こちらも天候盾との対決ということなんですけどね、聴覚のランクアップマックスまでいってるんですけども、やはり3000ぐらいしか削れずに負けということになってるんですね。まあ回復量っていうのも結構でかいので、実際まあその聴覚の固有で6000ぐらい削ってるんですけども、それ以上にガンガン回復してるので、最終的には全然削れてないということになりそうですね。なんで盾でこの編成に勝つっていうのは多分無理なんじゃないですかね。引き分けることが精一杯で、盾と戦って負けるっていうことはですね、ちょっと考えにくい編成ということになってますね。で、非常に火力の出るヤリクソンとかですね、あとその天候盾でもですね、全然ダメージが通らんということになってますので、弓ではまあノーチャンスかなというところですね。まあ古神弓でいけることがあるかないかっていうレベルやと思うんですけども、まあ、だったら騎兵だったらどうかというところですね。その速攻型の平人ダメージ系となりますと、あえて投降兵を持ってないので削れるんじゃないかということで、こういった感じでですね、対戦結果見せていただいてるんですけども、全然削れてないですよね。その長領を主将としては、これ長領機って言ったらいいんでしょうか、割と火力は出るんですけども、結局その3000ちょいしか削れずに負けということになってるんで、一体この部隊どうやったら削れるんかということでですね、ちょっと話を聞いてみたんですけども、その勧誘機で憲法破砕を持ってるようなバージョンに負けたことはあるということはおっしゃってましたね。その憲法破砕があると、残壁砲とかを無力化できて、そしたらですね、たちまちその硬さっていうのが失われて、で首相抜きみたいなことをされるとですね、やっぱり負ける機会はあるかなということなんですけど、今回のこの長領の編成も憲法破砕持ってますよね。でヤリクソンなんかも憲法破砕持ってるんですけども、それでも全然抜けてないっていうことになりますので、よっぽど火力があって、よっぽど憲法破砕がうまいこと刺さらないと厳しいということになりそうな気がしますね。だったら今僕が絶賛使用中のですね、このテイク牙ですね、こちらだったら勝てるんではないかということなんですけども、実はですね、僕この編成で技法盾と戦ってるんですよね。でその結果っていうのは引き分けてました。で兵損に関しては同じぐらいの兵損と、相手の方が稼いでる兵損と2つありました。でですね、あの時の技法盾はですね、核のところが混迷乱城と廃中台だったんですよね。で、カンピスさん曰く、ヘイム情勢の方が強いということをおっしゃってたので、もしヘイム情勢持ちの技法盾と戦ってたら、もしかしたらきつかったんじゃないかなっていう気がするんですよね。この、盾に対してはですね、無類の強さを誇る、このテイク牙でもですね、抜けないということになりそうですね。ただまあ、完全に負けるっていうことはないんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、それも核の混乱次第っていうところはありますけども、基本的には盾には負けることはないということにはなるんですけども、優位に進められないっていうだけでもですね、結構衝撃だなと思いますけどもね。で、ちなみに本人にお話を聞いたところですね、基本的にはですね、計略の馬でもそこまで苦手とはしてないということをおっしゃってたんですよね。なんで、テイク牙はもちろんのこと、技法機とか、あと核賛成でもですね、もしかしたら厳しいかなというところはありますね。で、やられるパターンっていうのも聞いてみたんですけども、まあ、ほぼないということですね。たまに、その、呂布三世とか、古神弓とかにガリッと削られることはあるんですけども、その、完璧に負けたとなるとですね、その、勧誘機の記憶ぐらいしかないということはおっしゃってましたね。
あとはですね、その肝銀兵絡みの騎馬編成ですねっていうのに大きく削られることはあるということは言ってました。やっぱりそのアクティブ戦法まみれの編成ということになってますので、その最新を付与されたりだとか強行付与されるようなことがあったらですね、割と厳しいということみたいですね。で、実際ですね、その肝銀兵絡みの馬の編成といいますと、その天候盾のメタにもなるということになってますので、やはり、そういった編成は苦手としてるかもしれないんですけども、それでもですね、あの硬さっていうのがめちゃめちゃあるので、結局は抜かれないということになってるみたいですね。でですね、カンピスさんかなり赤い方ということになってますので、ランクアップ前提ではないのかっていう部分なんですけど、これは当然、まあ、あのランクアップの恩恵っていうのはあると思いますね。各武将その固有戦法なんかもですね、属性依存ということになってますので、ランクアップをしてればしてるほど強いということになってると思います。で、もし真っ赤のヤリクソンとかその真っ赤の白衣装とかの対決ということになったとしてもですね、まあその対等以上に戦えるのではないかというふうなニュアンスのお話はされてましたね。で、そのちらっと先ほど言いましたけど、対立とかだったらですね、お互い真っ赤ということであればですね、まあイーブンか64かぐらいの戦いはできるかなという気がします。なんでもし無凸でこの編成組むっていうことだったとしたらですね、無凸のヤリクソンとか白衣装とかね、そういった部隊と戦ったらですね、割と同じような結果、今回見ていただいたような結果になるんじゃないかと予測しております。なんでもしですね、あのこの編成組めるという方はですね、組んでいただけたらなと思うんですけども、やはりネックといたしましては継承戦法が高級すぎるというところですね。他の編成と共存するのが非常に難しくなります。もうそのヤリクソンとか白衣装に関しては組むことができないっていうことになってしまいますので、他の主力部隊との共存っていうところに頭を悩ますかなと思うんですけども、どうしても一部隊強いのが欲しいという方はですね、この編成ぜひ試してみていただけたらなということですね。カンピスさん、貴重な情報をいただきまして本当にありがとうございました。参考になった方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね、まさかここまで強い編成になるとは僕も思ってなかったです。で、各所僕4凸まで行ってるんで、組んでみてもいいかなと思える編成でしたね。ただまあその角とか曹操がですね、無凸1凸という感じになってますので、そこら辺は寂しくなるかなとは思うんですけども、まあいよいよとなったらですね、組んでみて戦場で活躍させてみたいなと思える編成でありました。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。